いっぱい人があそこにいる。こんにちは、ガッちゃんです。今回は意外と知られていない東尋坊無料駐車場から東尋坊へ向けて散策した時の記録です。駐車場から東尋坊までおよそ徒歩で20分、駐車場の目安はこのバス停です。さあ行きましょう。よし、東尋坊は前回年末年始の時に天気が悪かったのと、ベンチレーターから守りしちゃって急遽南下したので寄れなかったところ。そうだね、行けなかったからね、前回やっと来れたって感じでね。そうだね、うん。いや、一時ちょっと風がすごい強かったけど、うん、そう、ちょっと止んだかな。本当はね、朝一午前中から来ようと思ってたんだけど、風が強すぎてビビっちゃったんだよね。そうなんだよね、結局夕方からの散歩で。おお、見えてきた見えてきた。早速いい景色ですな。ですな。あ、ガッちゃん、ちょっと左にカメラ触れる？綺麗だね。おお、なんか人工と天然が混在してるって感じ。すごいな、タンクの量が、うん、こう木のトンネルになってるね、これ。ね、ちなみにね、うん、うち無知だからあれなんだけど、うんうん、今日東尋坊に来るって言ったらね、うん、友達にね、うん、あの自撮りとか崖の近くとかは行っちゃダメだよって言われて、うん、なんか亡くなってる人は結構いるみたいで、あ、気をつけなさいよって言われた。崖の近くでも行くよね。どうなってるんだろうね。ね、島みたいになってるね。うん、本当だ。この辺もしかしたら夕日ポイントかな、かね、開けて見えるもんね。うん、アザミの花にね、うん、あ、アザミの花だ、うち好きなんだと思って寄ろうと思ったらね、黒い大きい毛虫がいてね、トグロ巻くように。あ、そんな大きいの。そう、へえ、うわー、すっげーな、ここ。急に暗くなりました。なんか トトロの森みたいだ。さあ、釣り人の人ってさ、一人でもさ、ガンガン行くじゃん。へぇ、道なき道とかさ。あ、そうなんだ。ほら、阿古志神社の時にあったじゃん、すれ違ったりしたじゃん。うん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 。あ、すごいよね、釣り人ってね。怖くないのかな。いや、阿古志神社はまだ大丈夫だよ。そっか、千々浪浜じゃなければ。千々浪浜は本当に道がなかったもんね。うん、でもこれ、うちが言ってるのはそういう怖さじゃない。なんか熊とかイノシシとかさ。ああ、はいはいはい。そうそうそう。むちゃん、見て見て、これ。なんか白いのある。でっかい建物が。あの、全然気づかなかった。今、そうそう。海の方ばっか見てたから。海ばっか見てたから気づかなかったんだけど。あの、五稜郭タワー的な感じの。あ、そんな感じ。うん、それか、あの四角い上の部分がぐるぐる回るのかなとか。あ、あれね、回んないね。あ、そうですね、はい、失礼しました。東尋坊タワーとかいう地図に書いてあったやつかな。おお、にしてもすごい風だね。うん、風もすごいね。まあまあ、タピ岬ほどじゃないけどね。なんで？いっぱい人があそこにいる。夜間の通行は危険です。危険か。夜9時以降は立ち入らないでください。はい。あれ、軍隊は誰じゃない？そうなの？わかんないけど、なんか
よし、ちょっと、はい、降りてみよう。よいしょ。こっち来ると風そんなにないね。それか、今がないのか、今がないタイミングなのかよくわかんないけど、これであの風だったら多分飛ばされるよ。端っこにいたら落ちるよね。あんま端歩かないで。ん？あそこまで行ってみようか。うん、乗船者以外階段立ち入り禁止っていう階段があるのね。船乗れるのここから。そう、あ、そうなの。船みたいな。知らなかった。どんな、ここから船？あれじゃん、青の洞門みたいな感じさ。どんな感じになってるのかなと思って。の方はさ、うん、右手の方はさ、板、木の板とかで表現するとさ、板がすごい大きいじゃん。ああ、はいはい。でもさ、あっちのさ、左の、もうほんと海岸、そうそう、寄りになるとさ、細かくなってさ。ああ、そうだね、砕けてる感じするね。そうそう、だからさ、右がさ、木だとしたらさ、真ん中がさ、薪になってさ、左になるとさ、もうフェザースティックのかけらみたいな感じ。そこか。フェザースティック、そこ。はい。さあ、東尋坊行ってきましたけど、はい、むっちゃんどうでした？雰囲気似てるなと思ったのが、うん、三段壁とか千畳敷とかあの辺。あ、和歌山県の。そうそう、あの海があって、うん、岩肌があって。あ、そう、岩の形とか多分地質は似てたのかもしれないよね。ね、そんな感じだね。うん、でほら、波の当たり具合とか浸食具合、なんだっけ、浸食っていうんだっけ、波で。あ、まあ、そう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 、うん、は似てるのかもしれないね。このさ、遊歩道をさ、楽しめるのはすごく嬉しいよね。あー、そうね、海があって、うん、この木がいっぱいあるね。そうそう、トンネルなんかも通れちゃうとこはいいかもしれないね。あんまりさ、ハードなさ、山道とかさ、道なき道はハードだけどさここはこうやってちゃんと遊歩道として整備してくれてあるからさ、安心して通れるよね。で、うちさっき写真撮ってたから後で写真入れ込んでほしいんだけど、花がさ、いっぱい咲いてたりさ。あー、はいはいはい、いいよね。友達に崖の近く寄っちゃダメよって言われてきたけど、正解だったね。ああ、そうだね。まあ、よく言われている東尋坊というのはちょっと心霊スポットなんて言われているのもあるけれども、うんうん、もうそもそも国の特別名勝、うん、というところで岩、うん、あの特殊なこう柱状になっている岩が脆いから、うん、あんまり岩の方には登らないでください、登らないでくださいなんていうね、うん、ことも書いてあったから、まあ、今回はあの岩の方はさほど行かずに、まあ、全然行ってないね、うん、まあ、岩ほどのとこだけ。そうそう、コンクリートで固められてるところだけしかちょっと行ってないんだけど、まあ、そんな感じでちょっと行ってまいりました。そうだね、動画見てくれる人にはちょっと映えない感じになっちゃうかもしれないけど、うん、しょうがないね。そうだね、うちらのコンセプトが安全にだからそうだね